チャ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 ンチャララチャ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 ンチャラチャ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 ン YouTube で流行ってたカップヌードルチャーハンを作りたくて今からね頑張ってみるよチャーハン美味しい。あ、はい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 、あ、おはようございます。あ、おはようございます。あ、おはようございます。あ、ミリコとお待ちです。あ、なんか、あ、すいません。あの、なんか、すいません。なんか、いきなりすごいテンションが高くて、すごい申し訳ないなと思ってるんですけれども。まあ、でもなんか、別にそれはなんか、それがなんかテンションが高いから悪いとか、テンションが低いからどうとかじゃなくて、シンプルに今すごいなんかテンションが高かっただけなんで、別になんかそこあまり気にしないでほしいなっていうか。ふっふっふ、プークスクス、プークスクス、プークスクス。はい。おはようございます。というわけで、いや正直ね、遅いなーと思ったと思うんですよ。カップヌードルチャーハン。YouTube よく見てる人だったらわかると思うんですけど、まぁ、ちょっと前に流行って一通り皆さんがされてたから、皆さんからしたらもしかしたらさ、あ、ちょっと前に流行ったよねーのコンテンツになるのかもしれないんですけれども、私からしたら、最近知ったの。この自粛期間中に、ヒカキンさんの動画を見てて、で、カップヌードルチャーハンやってることを知って、なにこれ美味しそうで、それはもうさ、私からしたらこんなんもう気になるでしかなかったから、もう未知の食べ物だったから、どうしても作ってみたくて、今日はカップヌードルチャーハンを作ろうと思います。まあでもカップヌードル自体がさ、そもそもめちゃくちゃ美味しいわけだから、まあまずいってことはないと思うんだけれども、どこまで私の舌を満足させてくれるのか、すごい楽しみなところではありますよねって感じです。さ、というわけで本日のメンバー紹介していきたいと思います。 Here we go。 はい、というわけで必要な材料なんですけれども、なんと5つですね。さ、こちら5人の方で今日は頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。主役のカップヌードルです。ヌードルヌードル。あ、本日の主役ですね。しっかり頑張ってください。よろしくお願いします。そして、はい、あのカップヌードルちゃんのことをしっかりサポートさせていただきたいと思ってます。佐藤です。よろしくお願いします。はい、今回のあのヒロインを務めさせていただきます。ヒロインじゃないな、男ってなんだろう。ヒーローを務めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、続きまして卵さんお願いします。はい、よろしくお願いします。私ね、赤卵という名前で長年やっておりまして、今回のネズミ。はい、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すごい話が長くなりそうでした。はい、続いてネギさんお願いします。はじめまして、青ネギです。ネットでもともと活動してたんですけど、最近俳優活動も始めました、青ネギです。ではね、今もやっぱりリスナーの方を大事にしつつ、俳優としても頑張っていきたいと思ってます。青のりです。青のりじゃなかった、青ネギです。はい、そして最後ね、料理界のベテラン俳優こと油ですね。あ、油です。よろしくお願いします。コテコテヘルシーオフ。ありがとうございます。ありがとうございました。はーい、はい。はい、というわけで以上5人で頑張っていきたいと思います。皆さんしっかり頑張ってくださいね。よろしくお願いいたします。Here we go！ よし、やっていこうと思います。どうしてもここを映すと顔が映らないっていう、難しいね。カメラの画角って難しいんだね。これでどう？これでちょっと段差作るかどう？無理だね。まあいいや、私が時折ドキこうしていこうと思います。まず卵割ります。はい、はい、割りました。こんにちは。で、割って混ぜる。ちょっと私できる女になりたいから、今日はキビキビ動くことにする。すごいなんかさ、料理できる人って卵混ぜるだけでもさ、こういう混ぜ方じゃなくて、こういう混ぜ方するじゃん。私こういう混ぜ方ができるタイプの女になりたいよね。で、本当に料理ができるって言って、なんか卵混ぜながら、その間になんかこう、あれを茹でといて、あそこに火つけといて、なんじゃからかんじゃらみたいな、こう、とにかく両立がうまいよね。ちょっと待って、作り方もう一回一応さ、確認していい？どうやって作るんだろう。ネギはみじん切りにする。大丈夫。卵は溶いておく。カップヌードルの中身を厚めのポリ袋に移し、袋の上から綿棒などで叩いて潰す。へー。これじゃあ何かに入れて潰さなきゃダメなんだ。なんかあるかな、入れ物。あるかないかで言われると、どちらかというと、ないですね。まあいいや、とりあえず潰せばいいのね。どうしたらいいんだろう。袋の上から麺を叩けと言われましても、袋がない。今日は要領よくテキパキ動くって決めたのに。まあいっか、まな板の上で潰してみるか。一緒だよね。要するにバラバラになればいいんだもんね。なんか先行きが怪しい、早くも。ちょっと待ってよ。とりあえずこのなんか、グーみたいなやつはどうしたらいい？グーみたいなやつは残しておいた方がいいよね。これね。あ、出てきたので、これを叩くって潰す。スプーンとかでいいか。せーの。合ってる？これ合ってるのかな？頑張れ。てか手でいけそう。あ。で、なんかあんまりもうバラバラにしすぎない方がいいって書いてあったから、まあ、適度に塊は残しとこうかな。ウィーアー！ウィーアーって言っちゃった今。ワンピースじゃん。ウィーアー！クロコダイル！はい、いけました。ワンピースの悪役たちの怒りをすべて注ぎ込んで、で、これをもう一回カップに戻して、よいしょ。で、
って具も戻しといて、何なの次。あー、スマホが反応しないなんでやねん。あれべる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 。再びカップに戻し、麺が浸かるくらいの水を注ぐ。へえ、入れます。結構よ、麺が浸かるぐらいの水って。で、フライパンにサラダ油を入れて熱し、溶き卵を流し入れる。ご飯を汁ごと、あとこれをじゃあ混ぜ合わせて炒めるだけらしいです。え、終わりだよもうこれ。こういうご飯とかをもう温めてねって話よね。容量が悪いよ。よいしょ、行きましょう。こっちフライパンゾーンに移ろうと思います。よろしくお願いします。引き続き顔が映りにくいと思うんですけれども、優しい目で見てあげてください。彼女は彼女なりに精一杯頑張っています。頑張る。フライパンさっき洗って水がついてるので拭きたい。はい、バッチリです。いけるかなあ。ご飯できた。怖い、もう失敗したくないの私。よし、いきます。まずはサラダ油を敷く。まずこれ汁ごと入れる。はい、待って、怖い。でもこれ汁ごと入れるんだったらもう油もいらない気するけどな。しっかり油も伸ばして、ご飯最初にしよっかな。せーの、よいしょ。あ、いい音。卵が最初だったのかな。わかんないよ、もうわかんないよ、バカ。頑張ります。セミンこと桃のセミです。頑張ります。一生懸命頑張ります。で、で、で、これを入れちゃう。ああ、やば、もうなんかもう美味しくなさそう今んとこ。本当に大丈夫なのかな。ネギを入れる。まあでもさ、カップヌードルにご飯ぶち込んだら美味しいからまずくはならないと思うけど、想像をさ超えてきてほしいわけでしょ、こっちとしては。やっぱりその想像を超えてくるかどうかだよね。ある程度さ、まあ、カップヌードルにご飯入れた時の味なんだろうなみたいな想像はつくわけじゃないですか。大人なんで、こっちももういい大人なんで、まあ、大体こういう味だろうなっていう味を超えてきてほしいですね。そこを果たして超えてくることができるのか。あ、でも美味しそうになってきた。なんかネギ入れることによってちょっとチャーハン感がすごい出た。いいじゃん、いいじゃん。あんた、いいよ。いい感じにはなってきた。語彙力。卵入れちゃおうかも。卵、最初だったかな。私、間違えたかな。信じてる、私は。これで卵絡めたら絶対美味しくなるって。あたい信じてるから。あ、美味しそう。待って、待って、待って。急になんか美味しそうになってきた。卵入れたらチャーハン感が一気に増して、今、すごく美味しそうな見た目。すごい、見て。ほら。見える？ちょっと待って。今もうサムネ撮っちゃおう。カップラーメンを入れました。ということをアピールしての。サムネ。これさ、私ができる人ならさ、あのチャーハンのさ、ファサーってやつやりたい。チャーハンファサーってやりたいけど、心の余裕と技術がないから、私にはできない。辛い。でもすごく美味しそう。はい。こういうことよね。あ、美味しそう。やばいこれ。わかっちゃいました。私、これが美味しいこと。こうね、こうね。私長年生きてたら大体これが美味しいんだろうなってことはもう分かります。はい、せーの、はい、しゃあ完成じゃい。いざ完成の時。はい、で移し替えます。このままパサン。あ、美味しそう。で、ちょっとネギとかかけちゃってさ。はーい、やだ、美味しそう。完成しました。めっちゃいい匂いしてるし、めっちゃ美味しそうだし、結構これは勝ちな気がする。もう食べてみな、わからんけど、こればっかりは。これ成功じゃない？もしかしてだけど。もしかしてだけど？もしかしてだけど？これってチャーハン成功なんじゃないの？はい、というわけで、完成したでございます。念願のカップヌードルチャーハン。ほら、めっちゃ美味しそうじゃない？さあ、味見してみてみましょう。いただきまーす。待って、水分量がめっちゃ多い。いただきます。うま、そば飯だ。そば飯のラーメンバージョン。ラーメンそば飯って感じ。うん、美味しいわ。これいいね。チャーハンの味付けに何も困らない。あと本当に最初正直カップヌードルにご飯ポチャンってした味がするんだろうなと思ってたけど、なんかわかんないけどそれは超えてる。麺と米って合う。放課後食うかも。カップヌードルとご飯って大体こういう味になるだろうなっていう味を本当に超えてきてるの。だから美味しい。うわぁ。チャーハンといえばさ、またワンピースの話になっちゃって申し訳ないんだけどさ、サンジがさ、ルフィと合流するところでさ、誰かがご飯くれみたいな言ってめっちゃ飢えてる時に、船の甲板みたいなとこで、これ食べなみたいな感じで出した魚介のチャーハンみたいなやつがめっちゃ美味しそうで、あれが今すごい食べたいの。
っていう話。こいつらに出会えてよかった。君に出会えてよかった。切ないけれど。さすがの私もミリアになっちゃう。ミリアになっちゃう。あっかい。もうちょっと水の量減らしてもよかったかも。ちょっとご飯が柔らかくなっちゃったのが今回の失敗点。幸せな気持ちになったご飯でした。ありがとうございました。お昼ご飯にさ、あーお昼カップ麺で済ませちゃったなーっていう罪悪感から逃れられる。うん、へたくさん食べました。ごちそうさまでした。嘘です、カメラ切ってからまだ食べます。とりあえず皆さんとはお別れ、バイバイ。チャンネル登録よろしくね。